ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに中西聡君が委員を辞任され、その補欠として高橋克典君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。移植審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官田島博史君ほか14名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。さる18日、予算委員会から、3月22日の1日間、令和3年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、外務省所管、防衛省所管、および独立行政法人国際協力機構優勝資金協力部門について、 審査の移嘱がありましたこの際本件を議題といたします審査を移嘱されました予算について順次政府から説明を聴取します茂木